松下直主演リメイクドラマ、スカイキャッスルのリアル世界スプーン階級ロン説下車館、加熱する少子化韓国の超セレブお受験。初回視聴率1.7%と低空飛行だったにもかかわらず、放送されるたびに徐々に話題を呼び、では23.8%もの超高視聴率を記録した韓国の連続ドラマ。 スカイキャッスル上流階級の妻たち2018年11月19年2月韓国社会で加熱を続ける受験戦争と子供の教育へと受ける母親たちの姿を描いた本作だが7月25日から日本でも松下奈緒39主演でテレビ朝日にてリメイク版が放送される7月25日から毎週木曜日夜9時から 高級住宅,住宅に住む住民とその家族が大学受験を舞台に繰り広げる人間ドラマが魅力の作品。韓国社会のリアルを描いていると現地では大いに話題になりました。23年の韓国の合計特殊出生率は0.72社会に突入している。その一方で子供の受験熱は加熱するばかり。 現に23年の小中高生の教育費の指摘負担は27兆1000億ウォン、約3兆400億円と前年から4とも増加。児童数は減っているにもかかわらず、教育市場は沸騰し続けているのです。勇敢上記者。その熱は止まるところを知らず、幼児教育市場までも問題視されている。と本サイトの取材に対して話すのは、 韓国行き過ぎた資本主義、などの著書があるフリージャーナリストの近慶哲さんだ。小学校に入学する前の幼稚園児が通う。英語幼稚園の月謝が平均120万ウォン、約14万4千円を超えたと先日も韓国国内では話題になりました。入園するためにはテストだってある。それでも幼稚園児の6人に1人が通っているとも言われています。金さん。 未就学児の教育にまで多額の教育資金を投入する過程が増え続ける。背景には韓国社会独自の考え、スプーン階級論があるという。スプーン階級論とは、親の出自子もにも引き継がれるという韓国のネットスラング。教育だけが社会の中で固定された階層を逆転する武器になると信じられています。全土、韓国社会の一部はまさに、ドラマ、スカイキャッスル。 で描かれている世界そのもののようだ。富裕層の子は、教育熱心にされた教育環境を用意されることで、その社会的な地位をも引き継いでいくというわけだ。ドラマの世界を地で行くような地域も、韓国の首都ソウル市内にはあるという。江南、カンナムックは、名門高校や有名塾が揃っているため人気があります。夏休みにもなれば、 地方から同地の塾の特別授業を受けようと、家族ごと短期契約アパートに引っ越してくる家族もあるほどです。前室の金さん。港南区の教育環境が整備されるほどに地域の地価も上昇。ハリウッドセレブの大邸宅が軒を連ね高級住宅街ビバリーヒルズよりも地価が高いとも言われているそうだ。 韓国で最も人気があるのは110平米前後の大きさの部屋。現代建設やサムスン物産といった有名建設会社が建てるブランドアパートは最低3億円はします。中には10億円以上する部屋もあるほどです。全土これらのエリアではドラマの世界同様に保護者間で火花を散らし合うような見えの張り合いが繰り広げられているとも言う。 韓国では下車感という言葉があります。ベンツや BMW といった高級車からドライバーが降車すると周囲は振り向きますよね。この時に感じる爽快感を下車感と表現するのです。子供が小学校に入学するからと下車感の良い外国車に買い換える人もいるほどです。現に昨年、韓国国内で販売されたイギリスの最高級車ントレイの数は810台と、 アジア地域でナンバー1だ。高まり続ける韓国国内でのセレブ子育てフィーバー。一方では別の問題も深刻視されている。現在、韓国では子供1人などの教育費が平均して月に43万ウォン、約5万円を超えると言われています。子供が2人いれば塾代だけで月に10万円。韓国の平均年収は410万円ほどですから、 子育てにかかる金銭的な負担は非常に大きい。あえて子供を持たないという選択をする夫婦も増えています。どう大学受験が国民的な関心ごととなり、その加熱する世界を描いたドラマはメガヒットだが、日本以上に少子化が進んでいると言われる韓国の未来は。松下奈緒が主演するドラマ、スカイキャッスルに出演する俳優陣も超豪華。 妻の大塚根の代表するおしどり夫婦として知られる田辺誠一、55大谷良平、43鈴木康介、49本立から、45といった実力派の俳優陣が松下子供にも引き継がれるという韓国のネットスラング。教育だけが社会の中で固定された階層を逆転する武器になると信じられています。全土、韓国社会の一部はまさに、 ドラマスカイキャッスルで描かれている世界そのもののようだ。富裕層の子は、教育熱心な36、日がまなみ38、高橋メアリージュン36の旦那役を埋める。この豪華なキャスティングに視聴者からは、喜びを抑えられない、との声が寄せられた。